ている。はい、どうぞ。金田一耕助先生はいらっしゃいますでしょうか。あ、僕が金田一耕助です。椿峰子と申します。私の父は本当に亡くなったのでしょうか。どうしてですか。実は昨夜フルート怪人。峰子さんは椿子爵のご遺体を確認なさったんですよね。はい、死後45日経っていても奇跡的に腐敗はしていませんでした。遺書です。拝見してもいいですか。どうぞ。峰子よ、父を責めないでくれ。父はこれ以上の屈辱、不名誉に耐えていくことはできないのだ。由緒ある椿の家名もこれが暴露されると泥沼の中へ落ちてしまう。ああ、悪魔が来たりて笛を吹く。父はとてもその日まで生きていることはできない。峰子よ、父を許せ。この屈辱だの不名誉だのというのはどういう意味ですか。爵位を失うということだったらあなた方階級全部の問題ですから、何も加盟に触るというような。あの、去年の暮れから母の実家の玉虫伯爵家が戦災で財産と屋敷を失いまして、同じ邸内に住むようになったものですから、それが心優しい父が何も言わないことをいいことに嫌がらせやいじめを始めたんです。ここにあった楽譜は、ゆうべ徹夜で書き上げたんだが。おや、ゴミかと思ったんでね。お種に行って捨ててもらいましたよ。身分上は上である玉虫伯爵家が椿子爵家に世話になってるという負い目もあったのだと思います。それで屈辱と不名誉ですか。私には他に思い当たりません。あの、この悪魔が来たりて笛を吹くというのはどういうことです。これは父の作曲したフルート曲のタイトルでレコードにもなっています。そしてこの曲を吹いていたんです。その怪人が。ええ、金田一先生、昨夜のあれは父だったのでしょうか。ぜひ調べていただきたいんです。先生、今夜家の者が全員集まりますので来ていただけませんか。今夜ですか。電力不足のための停電を利用して占いをすることになっているのです。占い。ええ、父が本当に生きているかどうか占ってもらおうというんです。ごめんなさい、ご案内する前に停電になってしまって、家の時計が5分ほど遅れてたみたいで。こちらです、どうぞ。でもどうしてまた停電の時に。神秘主義で家中が真っ暗の方がいいということで。遅くなりました。皆様ご紹介します。こちら探偵の金田一先生。ああ、
金田一光介です。金田一先生、私先生によく観察していただきたいんです。椿家に住む冷血な人々を。占いに出席するのは母の亜希子、玉虫君丸おじい様、元伯爵で母亜希子の父です。それから菊江さん、おじい様の駒使いですが、無論ただの駒使いではございません。俊彦おじ様、母の兄です。焼け出される前から生活に困っていて、始終母のところへ無心に来ていました。俊彦おじ様の息子で、私のいとこにあたる和彦さん、父からフルートを習っていました。父の岡山の友人の息子さんで、書生の三島藤太郎さん、それで中指と薬指をなくしたんですって。お手伝いのお種。はあ、そうですか。そして医学博士で母の主治医のメガ十助先生。このまま続けます。電気がついた。ああ、なんだか火炎太鼓みたいですね。確かに尺の演奏です。金田一先生、父の書斎です。この部屋に電気蓄音機があるのでしょうか。電気蓄音機。
こんないたずらをしたの？和彦さん、皆さんに知らせてきてくれませんか？誰かのいたずらで別にご心配なさるようなことはありませんって。いたずら？わかりました。はあ、このレコードが例のお父さんが作った曲ですか？ええ、これがその悪魔が来たりて笛を吹くです。悪魔が来たりて笛を吹く。一体誰が何のために笛を吹こうとしているのか。誰か外から忍び込んできた人があるんでしょうか？峰子さん、それもあるかもしれませんが、レコードをかけるチャンスはさっき占いの席にいた人々を全てが持っていますよ。どうしてですの先生？それはね、電気蓄音機だからです。その人物は今夜8時半から9時まで停電があることを知っていた。だから8時半に電気が消えると、そいつは2階へ上がってきて窓を開け、レコードをセットして、ピックアップをその上に置き、スイッチを入れた。そうしておいて、そいつは何食わぬ顔をして占いの席にやってくる。そして9時になり電気が回復すると、レコードは一人でになりだしたというわけです。ということは、先生はこの家の誰かの仕業だとお考えなんですか？おそらく家の時計を5分遅らせる細工をしていますからね。時計も？多分その人物でしょう。停電から占い開始の5分の間に全てのことを行ったんです。電気がついていたら先ほどの電気蓄音機のトリックは成り立ちませんからね。ところで、さっき砂占いに現れたあの火炎太鼓のような形ですが、あれは一体何なんでしょうか？あれを見てどうしたんだにびっくりしたんでしょうかね。なぜ他の人たちがあんなに驚いたのかは分かりません。でも私は前にあれと同じ形の絵を見たことがあるんです。悪魔だ、悪魔の無償だ。悪魔だ、悪魔の紋章だ。失踪する直前でした。悪魔の紋章。なんとも陰鬱な曲だね。本当に悪魔が吹いているようですよね。コウさん怖いよ、もう止めるよ。おお、結構難しいんですね。コウさん、脅かさないでよ。もう。お父様なの？
ダメだろ。僕呼ばれてるんですよ。あの探偵なんです。金田一光介ってほらよく新聞に出てる。知らん。関係者が立ち入ってる。金田一さん。立花所長、そんなところで何してるんです。いや、所長さんこそどうして東京に。この度晴れて栄転本庁への配属となりまして。ああそうですか。また転勤ですか所長さん。もう所長じゃないんですが。いや嬉しいな、また会えるなんて。さっさと現場に行きましょうかね、所長さん。所長じゃないって。こちらです。犯人はこちらの窓から侵入したようです。君丸氏はこの雷神の像で殴られたようです。撲殺か。所長さん、風神の像はどこにあるんでしょうかね。風神？ほら、普通雷神と風神って左右で対になってるじゃないですか。風神は盗まれたらしいです。いつ頃です。今年の初め頃と言っていました。今年の初め。どうしたんですか、おたねさん。あの、昨夜見たんです。それじゃあ、おたねさんはその顔を見たんですか。はっきりと。いいえ、いえ、でも月の光が差した途端、その人の口に当てているフルートがキラリと光るのが見えたんです。それは黄金のフルートでした。旦那様の黄金のフルートでした。本当に旦那様だったんです。そんな、死んだ人間が蘇るなどねえ。自殺した椿子爵、その椿子爵の顔をした黄金のフルートを吹く怪人、椿子爵は死んでいるのか、それとも生きているのか。ここら辺か。お種さんが怪人を見たというのは。間違いなく父の黄金のフルートのケースです。ちょっといいですか。はい。この布を剥がしてもいいですか。ええ、どうぞ。では失礼して。あ、このイヤリングに見覚えは。いいえ。いや、美奈子さん、ありがとう。それじゃあ君は向こうへ行ってくれたまえ。所長さん、どうしたんですか。沢村君、君はこれからこの耳飾りを持って銀座の天銀堂へ行き、これは1月15日の事件の時に盗まれた品の一つかどうか聞いてきてくれたまえ。はい。どういうことですか。金田さん、椿子爵は天銀堂事件の犯人と目され取り調べられたことがあるのです。天銀堂事件、密告があったんですよ。
どんな密告ですか？子爵があのモンタージュにそっくりであること。天銀堂事件が起きた日、子爵は家人に向かって箱根に行くと称していたが実際は行っていないこと。だいたいそんなところだったように覚えています。箱根？ええ、箱根に行くと聞いておりました。確か足の湯だったと記憶しています。さあ、私には 2,3 日出かけてくるとしか。あの、なぜ今頃そんなことを？あのフルートケースから見つかった黄金のイヤリングなんですが、あれは天銀堂から盗まれたものでした。父が犯人だと言うんですか？証拠も出たし、本当に犯人なのかもしれません。天銀堂事件の。そんなありえません。では犯行当日、子爵はどこにいたんです？お種が知ってるかもしれません。いつも旅行の手配はお種がするんです。あの日、旦那様は妻に行っておられました。妻？それは本当なの？お嬢様、本当です。私、大門様を見送りに駅まで行ったんです。じゃあどうして子爵は取り調べの時にそれを言わなかったんだ？あんたも今まで旦那様に口止めされていたんです。誰にも言うなって。口止めね。妻には何があるんだ？いや、何も。妻には玉虫家の別荘がありました。玉虫家の別荘？でも空襲で跡形もなく焼けてしまいました。もしかしたらこれもあの女のせい？あの女？アキコ。でもお兄様、あの女って何です？駒子っていう使用人だった女です。あいつが来てからろくなことはない。玉虫家に不幸をもたらす疫病神ですよ。しかしこの事件とは何の関係もない。少々さん。はい。何でしょう。所長さん、僕妻に行って確かめてみます。なぜ椿爵が妻に行かれたのか。しかし金太一さん、私も一緒に行かせてください。美奈子さん、あなたもね。父は天銀堂事件の犯人なんかじゃありません。きっと私にも誰にも言えない何かが妻にあったんです。美奈子さん、お願いします、一緒に行かせてください。いや、行けません。これは子供の遊びじゃないんです。前代未聞の大量殺人事件が絡んでいるんです。方ならいらしてました。え、本当ですか？いつ頃です？1月14、15、16と2晩こちらへお泊まりになられまして、17日の朝早うにお立ちになりました。事件のあった15日はここにいたわけだ。この人ここへに来て何をしていたかご存知ありませんか？明石に行くには商船がええか山陽電鉄がええかって言ってお尋ねになられました。明石で何を？さあ、あのね、お客さん、そう言ったら私も思い出したことがおますのよ。どんなことです？玉虫家の跡地に立ってはんの私見たんだっせ。椿子爵が脇を通ると
何やお顔の色のすぐれ今にも自殺しそうな男の人が立ってましたろ。私なんか気味が悪いて。ここまでの放送はホーユーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。